アゲインは、重松清の小説。集英社の小説スバルにて2012年5月号より2016年10月号まで連載。2015年1月、アゲイン28年目の甲子園のタイトルで映画化された。日本の高校野球 OB たちの出場するアマチュア野球大会、マスターズ甲子園を目指す中年男性たちをめぐるドラマ。最初に映画の企画があり、 小説の連載と映画の制作が並行して開始された。また、映画の公開前に監督、脚本を担当した大森炭男によるノベライズ版が集英社文庫から書き下ろしで発売された。とある日、坂町春彦のもとへ高校時代に共に甲子園出場を夢見た野球部仲間の娘、戸沢美恵が訪ねてきた。 三重は東日本大震災で亡くなった父親が持っていた遺品の中から束になって投函されずに残った年賀状を見つけ、春彦のところへ来たのである。その後、春彦は三重がボランティアとして参加するマスターズ甲子園に誘われた。昔の苦い思い出が頭に浮かぶ。内は設定年齢。アゲイ28年目の甲子園は、 2015年1月17日に全国東映系で公開された日本映画。主演は中井貴一。監督、脚本は大森住男。なお、映像に表示されるタイトルは原作と同じアゲインである。2013年11月23日よりクランクインし、12月21日22日には実際に甲子園球場を使用して、 野球シーンの撮影を行った内話設定年齢最初に浜田から提供されたのは君が人生の時のリメイク版でそれを使った最初の試写会では好評だったしかしその後浜田から改めて書き下ろしの新曲夢の続きが提供された浜田のファンである大森は新曲自体は嬉しかったものの本作の主題歌としては君が 人生の時、お気に入っていたため複雑な感情を抱いたが、主題歌を差し替えて、試写会をやり直したところ、全員が、こちらがいいと言ったため、夢の続きが採用された。なお、ミニアルバム、ドリームキャッチャーに収録された、君が、人生の時、バサイドリメイクされたものである。本作用に作られたバージョンは2019年現在、公式には未発表。大森炭を、 アゲイン28年目の甲子園 P208AB 中井貴一主演アゲイン28年目の甲子園で駆動アスガふとしがが高校球児に映画 .com2014 年6月19日閲覧妹咲、マスターズ甲子園を描くアゲインの公開日が決定中井貴一春の野球シーンも披露シネマトゥゲー 2014年6月19日閲覧。中井貴一、重松清原作、アゲイン映画化に主演。ヒロイン、春と甲子園、再挑戦。映画ドットコム2014年4月19日閲覧。アゲイン28年目の甲子園。東映株式会社。2013年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。二千十五年五月八日閲覧。 浜田翔吾、ソロデビュー38年目にして、初映画主題歌、中井貴一主演、アゲイン28年目の甲子園、cinemaaf.net、e.、2014年6月19日閲覧、エンドロールおよびパンフレットより、ドリームキャッチャーに、大森隅男が寄稿した、ライナーノーツより、アゲイン28年目の甲子園に関するカテゴリー、ありがとうございます。